バロック音楽は神のための音楽、教会に人々を引きつけるための音楽だった。当時イタリアでは女性が教会で歌うことは禁じられていた。そのため女性の声に代わるカストラートの高く美しい声が求められた。カストラートはバロック音楽の絶頂期をもたらした。Buongiorno. Allora, il nostro sopranista, signor Okamoto. Buongiorno, piacere. Sono il bibliotecario del conservatorio. マイエッラ音楽院の図書館にはバロック時代の貴重な楽器が所蔵されている。最も価値ある楽器を集めたコーナーですね。その当時作られた楽器なんですね。Questi due salteri, salteri della metà del Settecento. 1700年代の楽器です。アリアを歌う時の伴奏なんかに使われてたんですって。これで、questi sono strumenti molto caratteristici, perché specialmente il primo che è raccolto in una cassetta ad apritoio, dove in pratica sono raffigurate molte scene, anche esotiche.Che poi è una cosa molto simpatica. Lucas, un po' concerto di questo, ne? Si può fare anche concerto, no? Adesso vediamo. Cioè. Questo è clavicembalo Andreas Rugers il vecchio. Questo è uno strumento che originariamente è del 1633. Se teniamo fede all'autenticità della cassa che le dicevo. 1633年。このチェンバロの色と形、美しい装飾も17世紀のオリジナルのままだ。修復してないんですか？何も手を加えてません。指輪を外しますセメトリエレアンネロシこっちかな どべコリスポンデどべコリスポンデこっちこちらです、はい、僕手がすごい乾燥するタイプなんですけどじっとりですたったこんだけ弾いただけでいやー感激図書館には世界的に有名なイタリアの音楽家の名前が付けられた部屋がある。このベッリーニの間にはイタリアオペラ黄金時代に活躍した著名な作曲家たちの肖像画が飾られていた。ナポリ楽派の作曲家の肖像なんですね。全部ナポリ由来の人物だそうです。作曲家の名前は拝見したらすぐ分かるんですけど、こんな顔してたんだって思いますね。そうですよね。あ、ポルポラさんじゃないですか。こんな顔してんの。ナポリの音楽院といえばやっぱりね、有名な先生ポルポラ浮かんできますよね。そうですよね。ポルポラはナポリで生まれた天才作曲家であり、カストラートを育てた世界史としても名声を博した。岡本の憧れるファリネッリもポルポラの指導を受けている。図書館の一番奥にあるのがロッシーニの間。とりわけ重要な資料が収められている。書棚にずらっと並べられているのは全て楽譜、作曲家の直筆譜や当時の写譜、およそ40万巻が所蔵されている。
いろんな貴重なオリジナルの楽譜ですよね、きっとね。たくさんあるんですが、こちらに一つ面白いものがあるんですよ。ははええ、さっき館長さんがお話ししてたんですけど、これはまさにあのファリネンリが直筆で書いた、あの写し取った楽譜なんですけれども、写譜をファリネンリが出した。そうなんです。だからこれはあのファリネンリ自身の筆跡なんですって、これがファリネンリの字なんですね。そうです、まさにその通りです。信じられない。完璧じゃないですか。本当にファリネンリがいたんだね、ここにね。これはポルポラがカストラートのために書いたオペラの直筆譜。非常に難度の高い装飾的な歌唱法、いわゆる超絶技巧。この曲は低い音域から高い音域まで一気に飛ぶように歌われる。カストラートにしか歌うことのできない難しい曲を作曲家たちはこぞって書いた。岡本が初見の楽譜を歌い出した。ファリネッリのために書かれた楽譜があった。Questa è l'aria Sia fido amoroso di Riccardo Broschi e noi possiamo benissimo evincere da ciò che hanno scritto in quel tempo del signor Riccardo Broschi. ここに名前がありますよね。Sia fido ファリネッリの兄、作曲家リカルド・ブロスキは、人気カストラートである弟ファリネッリのために超絶技巧の集大成ともいえるアリアを書いた。このこうやってパッと拝見しただけでもすごいこう超絶技巧の数がこうあって、しかもこれが本物だっていうのが僕は信じられないぐらい、これ貴重に思います。かつて華やかな舞台で歌われた歌が300年の間大切に保存されている。岡本が憧れ続けてきたファリネッリの世界がそこにあった。これが現存するということと、僕が普段東京で勉強しているそのカストラートについてのことが自分の中で一致しないぐらい僕にとっては貴重なもの。一致しないってどういうの？東京で勉強しているものっていうのは我々にとっては楽譜とかその残っている資料っていうのは宝なんです。僕が普段勉強している楽譜っていうのはいろんなコピーであったりとか、それから誰かが写譜をして作ったものであって、でもここから来てるんですよ。だから自分の目の前にオリジナルの楽譜があるという現実をちょっと受け止められないっていうか、幸せすぎるです。来てよかったですね。来てよかった。岡本は高知県生まれ。小さい頃から音楽が大好きだったが、変声期を過ぎても女の子と間違われるような声に次第にコンプレックスを持つようになった。しかしその独特の声を認められ音楽大学の声楽科へ進学。当初はバロック音楽に憧れていた。卒業後は尊敬する教師のいたパリの音楽院に留学。帰国後やはり高い声を生かしたカストラートに惹かれるようになった。まあとにかく教会が多いです。
ですよね。多いですよね。もうナポリはもう3歩歩くと次の教会に当たるような。ナポリの街には今もカストラートたちが活躍していた時代の面影が残っている。ここ今の合唱団のナポリの有名な合唱団の練習場になってるんですよ。ここで練習できんの？この奥にあの練習室とかがあるんですけれども、演奏会の時はここで発表したりとか、そのキーズの中で。そうですね。これはもうお家の中に入った感じなんですか？そうです。ここがあのもうアパートの敷地内なんですけれども。ここは京さんの友達の工房。イルノストロソプラニスタモルトファモソデルジャポーネ。モソリエテ、モソリエテ。チーロさんです。チーロさん。一番上のお兄様です。この工房は1825年から始まり、現在は兄弟3人でバイオリンやチェロなど弦楽器を作っている。全ての工程が手作りだ。一台のバイオリンが完成するまで2ヶ月以上かかる。こちらのお店にはあのバロック時代のその古い時代に合わせた楽器っていうのはありますか？ma sul modello solo la chitarra poi il resto degli strumenti barocchi あの大衆的な音楽の伴奏に使われた楽器でキタラバッテンテと言いますか？ derivazione barocco questo è il modello di una chitarra dell'epoca barocco tutto fatto con il bulino a mano 全部あの手作業。これ何のモチーフの模様なんですか？motivo arabesco si dice アラベスクですって。gli antichi maya マヤ、古代マヤを彷彿とさせるものがありますよねって。農民のあのダンスを思い浮かべてくださいってこうやってくれて手を出して。ポチェルにタンブル、タンブリ、タンブリンかなんかで一緒にね伴奏してた。お昼時、マイエッラ音楽院の通りに学生たちが行列をなしていた。実はカストラートの時代に生まれたものがある。よく知られた食べ物だ。まだかな。まだかな。あ、呼ばれた、呼ばれた。し、おかもと。ピザだ。トマトソースにモッツァレラチーズをたっぷりかけて、ルッコラを乗せたマルゲリータは、もともとここ、ナポリが発祥の地。カストラートの時代、18世紀に誕生した。こういう時って歌う時より真剣になりますよね。そうですよね。モッツァレラのやっぱりこう一番スタンダードですか？スタンダードな定番はどれでしょうか？マルゲリータですね。やっぱりそうですね。マルゲリータ。それでモッツァレラに乗せる時のコツは、ブッファラって言ってください。ブッファラ、あの普通の牛乳じゃなくて、水牛のあの牛乳です。一人3枚ぐらいですか？一枚食べるのも大変かも。あ、本当。でもあの食べ物は、岡本もつい飛び入り。Thank you.
だってほらお皿からさはみ出まくってるよ ね。こちら見てくださいよ。もうさらにもうなんかこれ切るのも大変ですね。切りがいがあるっていうかどこまで切ってもすごいもっちりしてる ね、びっくり、うん、いただきます。どうぞナポリ。もう食べがありますよね。ブオーノ、モルトブオーノ、モルトブオーノ。夜8時、アマチュア合唱団がコーラスの練習をしている教会があると聞き、岡本は訪ねた。さまざまな職業を持つ15人ほどのメンバーが週2回仕事を終えてから練習をしている。カストラートが活躍した時代の音楽、バロック音楽をレパートリーにする合唱団だ。かつてナポリに多くのカストラートを輩出した4つの音楽院があった。その中の一つと深いつながりのある教会を岡本は訪ねた。この教会の裏手には当時ピエタ・デ・トルキーニ音楽院があり、100人を超す少年たちがカストラートを目指し厳しい歌の訓練に励んでいた。日々行われる教会のミサでは音楽院の生徒たちの美しい声が響いていた。カストラートたちの生活がここにあったんですよね。どの辺で歌ってたんでしょうね。岡本は今回の旅でトゥルキーニ教会に隣接するこのホテルに宿泊している。ここはトゥルキーニ音楽院の生徒たちの寄宿舎だった。多くの少年たちがこの建物で寝起き、カストラートの栄光を夢見た。内装はすっかりモダンになっているが、階段は当時のまま使われている。音楽院時代の石の傷もそのまま残っていた。もう壁がね、教会とつながってるんですよ、そして教会の窓が僕のこのホテルのテラスのすぐそばにあって、でなんか鳩たちがいたりして、でその教会とこの昔の音楽院が密接にね、つながりを持って彼らがそこで賛美歌を歌い宗教曲を歌っていたんだろうなっていうのが、これは割ともう、ね、目に見えて感じることができました。かなり濃厚な旅ですね。濃厚ですね。だってこう普段自分がいろいろ想像しながら歌ったり、それから、楽譜にしてもその絵画にしても、本でしか見たことのないものが目の前に現実としてあって、しかもそのカストラートっていう今この世に存在しないものをすごくね、手に届く場所で感じることができるっていうのは、これは絶対日本ではねありえないことですし、なんか聞こえてきそうっていうか、その彼らのその生活
が決してそれは豊かな生活ではなかったらしいんですけど、だけどやっぱり子供たちがここで過ごしていたそれの声がね、なんか聞こえてきそうな気がします。カストラートを目指し、少年たちはどんな気持ちを抱いて音楽院に集まってきたのだろうか。岡本はマイエッラ音楽院の資料室を訪ねた。ここには4つの音楽院で学んでいた少年たちの1500年代から1800年代までの膨大な記録が保管されている。Buonasera. Buonasera. Piacere. 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 Le presento la professoressa Giovanna Ferrara, sì. Docente di storia ed estetica, sì. Del Conservatorio di Musica San Pietro, sì. A Maiella. Ferrara sensei wa castorato nitsuite mo gokenkyū nasatte iru desu ka? Certamente, studiare la storia della musica del Settecento in generale, della musica napoletana in particolare, vuol dire anche studiare la storia dei castrati. 記録文書のファイルには音楽院に宛て入学を切望する少年や家族の手紙が残されていた。Questa è una supplica di un figliolo che chiede di entrare nel Conservatorio di Santa Maria della Pietà dei Turchini. Giovanni Francesco Pellegrino Eunuco, il quale canta di contralto umilmente, fermo alla vostra illustrissima umilmente, espone come, essendo venuto da Lucca per approfittarsi meglio della musica, desidera d'entrare nel Regal Conservatorio della Pietà. Che il tutto la verrà a grazia. 手紙には少年自らがエウヌーコ、去勢されたものという言葉を書いていた。もう一つの手紙にはこう書かれている。私ジュゼッペ・ジュリアーノは慎んでサンタマリア・ディ・ロレート音楽院の生徒として認めていただけますようお願いいたします。私は去勢手術を受けておりまして、ソプラノで歌います。10年間はそちらの音楽院にとどまることをお約束いたします。ここにはその10年間っていうことが明記されているようですけれども、10年間もそこで勉強するんですか？Certamente, potevano stare dagli 8 ai 10 anni, e poi perché quello era l'arco di tempo indispensabile perché la muscolatura arrivasse a piena maturazione, soprattutto la muscolatura toracica, e quindi e i ragazzi a questo punto intorno ai 18-20 anni erano appunto in carriera. Muscolo.カストラートにしたいと考える親も大勢いた。この手紙は息子の入学を陳情する父親の手紙である。息子カルロ・ディ・レオは12歳で町の教師が皆認めるように類まれな才能に恵まれた子供です。しかし何分この手紙を書いている哀れな請願者は多くの家族を抱えており、音楽の費用を出して息子を扶養することはかないません。幼い息子をカストラートにし、貧しさから抜け出ようとした親は悲しい気持ちで少年たちを音楽院へ送ったのだ。こういう貧しい家庭の子供たちがやっぱり音楽院に送られてくることになってたんですね。Certamente per loro poteva essere uno sbocco importante, una soluzione di vita, e poi ce lo ripetiamo sempre, per loro era anche l'unica possibilità per cercare di fare la scalata sociale o la scalata economica. Quindi se riuscivano. 少年たちは将来の成功を夢見ながら日々の厳しい訓練に耐えた。
そんな彼らが夢見た場所がある。岡本が憧れるファリネッリと人気を二分したと言われるカストラーとカッファレッリの屋敷跡。1754年に建てられたこの建物は今はアパートとして使われている。このアパートに刻まれたカッファレッリの言葉が当時のカストラートの映画と自信を物語っている。神は都市を作り、私はこの邸宅を作った。つまり彼は自分の声を神様の力と対比させて、その神様の力と自分の力が同じぐらいのものであるっていうことをそこに家の前に掲げたんですね。小さな路地の中にあってもかなりの存在感のある建物で、本当に彼はここに生きていて、当時この家をその莫大な稼いだお金で建てた、彼のその声と栄光をここにかざしたんだと思います。ちなみに僕は東京ではマンションに住んでますが、とてもある意味羨ましいです。人気カストラートは一体どのくらいの収入があったのだろうか。ナポリ銀行の古文書館、ここには1500年代からの水筒帳や小切手などナポリ中の銀行に関する金銭取引の記録が全て残されている。金銭台帳には使用目的も記されていた。Questo tipo di scrittura che si chiama pandetta. Questa pandetta non è altro che, che cifra è stata data ai vari artisti che si interessavano di musica e per quale opera vengono pagati e così via. 1736年3月の台帳に自らを神と比べたあのカッファレッリの名前を見つけた。オペラの出演料として1687ドゥカート、現在の日本円でおよそ700万円が支払われていた。作曲家をはるかにしのぐ莫大な金額をカストラートは自らの声一つで稼ぎ出していた。Generosa risvegliato cor, franci pure quella città amore che ti strinse orgogliosa, orgogliosa. カストラートは当時のイタリアオペラの主役だった。王室や貴族にも熱狂的に支持された。官能的なカストラートの歌声は過剰なまでに美を求めるバロックの理想そのもの。その存在は神にまで例えられるようになった。カストラートを当時の人々はどのように受け止めていたのか。Il ruolo in effetti del castrato si lega all'idea dell'eroe, per cui tutto sommato l'eroe è visto come una figura divina e quindi munita di una voce di per sé che lo rende unico. Castrato の歌声を蘇らせようという岡本の旅。岡本はナポリで一番大きな教会ドゥオーモを訪ねた。今でもナポリ市民の心の拠り所だ。サンジェンナーロ礼拝堂、
天井から壁まで全てが色鮮やかな絵画で飾られている。完璧な装飾美を求めたバロックの世界、その中でミサが行われていた。ファリネッリも15歳の時この教会で歌った。カストラートの声は地上に舞い降りた天使の声と称賛された。ボンジョルノ、ピアチェレ。Bene. Allora, questa cappella è stata costruita con 4 cantorie. E dunque, soprattutto storicamente siamo certi che c'erano fin dal 1600, quello del 1600 l'organo, non è stata costruita con un'acustica preventivamente. Il risultato acustico è molto buono, non molto grande ma non molto piccolo, ha un'acustica perfetta, si sente tutto molto bene.神父さん、実は僕ここの教会で自分の声がどんな風に響くかちょっと歌わせていただきたいんですけど、いかがなものでしょうか。Volentieri, volentieri. Posso accompagnare soltanto con quel piccolo organo lì, che è un organo molto interessante perché è del 1659. Autentico. Ah, カストラートの天使の声はこの礼拝堂でどのように響いたのか。Prego, è stato un piacere, è stato un piacere. Comunque è una voce fantastica. もう途中からね、ここでカストラートが歌ってたんだって思ったら、すごくこう胸に熱いものが込み上げてきて、それから神父さんの演奏もとっても素晴らしくて、気持ちよかったよりもやっぱり幸せでした。岡本は大学時代、自分の声がカストラートに近いことを知った。そしてその歌声を自分の声で再現したいと考えるようになった。聖歌隊が歌う賛美歌とは違い、劇場などで歌われたカストラートの歌には数多くの装飾的な歌唱法が使われている。イタリアに来てその難解な技法に精通する人物がいると聞いた。オペラ歌手シルビア・ボッサさん、メトロポリタン劇場をはじめ各国の舞台で活躍している。
レパートリーにはバロック時代のオペラも多く、前世紀のカストラートが用いた歌唱法にも詳しい。ナポリから北西へおよそ400キロ、トスカーナ地方の小さな町ロザーノ。一面に広がるブドウ畑の中にシルビア先生の家がある。いよいよ先生に。そうですね、楽しみです。一番それ不安はないですか？不安はないです。もうスポンジ状態で来てますんで、全部吸収させてもらいたいと思います。池があって、あー、鳥小屋までインコがたくさん。ボラセラー、ハロー、ボナセーラー、チャオ、チャオ、ピアチェレ、ベンベヌート、ベンベヌート、ミキアモ、オカモト、ミキアモ、シルビア、ミキアモ、ミキアモ、トモ、トモタカ、シ、オカモト、トモ、トモ、il diminutivo? Sì, certo. Io Silvia. シルビア先生の家は、中世から続く古い農家を改装した家だった。いよいよ岡本のカストラートの歌への挑戦が始まる。Cantare, mi canti alto Giove. Io ascolto, tu canti e poi inizio a dirti subito delle cose. Parliamo della respirazione. Devo vedere dove si può fare. Allora poi parliamo insieme e decidiamo insieme. Vuoi? 聞いてからまた話し合って決めましょうか。はい。シルビア先生はすでに CD で岡本の歌を聞いていた。まずは生の声を聞き、レッスンの方針を決める。最初に歌ってみせるのはポルポラがカストラートのために作曲したアリア、アルトジョーベ。バロック時代のカストラートの歌唱法、その特徴の一つは高く綺麗な音を長く歌える息の長さだ。次に試される曲は3オクターブ半の音域を持ち、超絶技巧を自在に歌いこなした天才ファリネッリのために作曲されたアリア、揺れる船のように。カストラートの歌唱法の2つ目の特徴はその音域の広さ。低い音から極めて高い音まで一気に駆け上がり、そして低い音へとまた一気に戻る。
difficile, è un'area di grande virtuosismo vocale e di fiato. Una no, serie di no, 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 ギリギリで歌っています。Lui ha il limite delle sue capacità. Sì, 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 sì. Sento. Ma perché la tua situazione adesso è di usare una piccola parte delle tue capacità. Piccola. 今本当に持ってる才能を少ししか使ってないからです。あ、本当ですか。È vero, 30%, perché ancora molto talento, poca tecnica. いよいよレッスンが始まった。アルトジョーベ。この曲は短い連続音の続く前奏の後、歌い出しは難易度の高い歌唱法で始まる。Quando non devo sentire fiato nella nota, non sfiatare. Va bene? 曲の歌い出しはメッサディボーチェという歌唱法。一つの音をささやくような声で歌い始め、長く伸ばしながらだんだんと声を極限まで大きくし、その後今度は徐々に声を弱め、最後は吐息で終わる歌い方。ファリネッリは1分間にわたってメッサディボーチェを歌うことができたという。ti lascia solo questo è un capolavoro di Porpora, no? Ti lascia solo proprio per far vedere la bravura. Il primo scoglio che deve è tutto fermo perché il pubblico vede chi sei su questo primo passo. Trattieni. Attenzione, meglio, molto meglio. Attento qui, tu senti che qui c'è fiato? No, bene. Bravo, meglio. Mai, quando tu senti questo, no, che stai slittando, stai perdendo l'attrito. E la voce è questione di attrito. Ti devo fermare subito, non ti arrabbiare. Ancora lei di cosa sai. Ok. Come è cara? Okay. Se no ti stanchi e basta. Sono venuta apposta. Bene, grazie. Puliti. Hai. Perché? Puliti qua, qui. Perché quando scendi giù fai. Oh. Non lo so. Ma fa rimasto. Nemmeno io lo so. Devo fare domandiamocelo. Nihon kara motte kita nayami desu. Ogni tanto vai su col cuore, ma non col fiato. Da kara kokoro wa takusan haitteru keredomo, tama ni wa iki ga sore. Allora, okay. Quando scendi lo senti, perché su sali, poi giù i paletti per tenere la discesa non ci sono. Agaru no wa mattaku mondai nai. Tada orite kuru toki wa sore wo sasaeru mono ga nai to ochite shimau. Hai, wakarimashita. Ancora sul fiato, ok? La discesa dall'acuto sul fiato. Cara,
またあの息に刺す息から息で支えるようにしてください、うんうんうん、横になってください、はい、そこに頭をつけて。カストラートの歌唱法で重要なのは呼吸法だ。カストラートたちは長い年月を呼吸法の訓練に費やし、安定した伸びやかな声を獲得した。トゥット、レスピラ、息を取ってください。Adesso, fuori questo, fuori. Stanno da che ho da ste kudasai. Il fiato, il fiato. No, no, questo su, su. Respira. シルビア先生が下腹部に残った空気を押し出す。Bravo. Vai. Vai, bravo. Guarda quanto fiato. Vai, via, respira.Fuori, ancora.楽しいですね。なんかね、こうやっぱり歌ってらっしゃる方なので、その僕がなんだろう、いつも悩んでいるところをピンポイントでついてきますね。声のその美しさを保ちつつ、息を上手に使って全ての息を声に変えてあげるっていうのの難しさですね、はい。初日の練習は5時間半に及んだ。あ、先生もやっぱり疲れますか？Sei stanca? Sì. Allora, il suo difetto principale è una posizione del centro della voce, che è la parte naturale, è la voce che non è stata ben impostata, cioè non è stata impostata in una maniera più sfiatata, meno precisa di quello che andava fatto fin dall'inizio. Questo non è un problema, perché mi arrivano dei professionisti come Okamoto in palcoscenico lirico che hanno questo tipo di problemi. E adesso il mio compito più importante, perché lui è veramente una voce splendida, è un talento vocale e musicale, cioè una testa, una gola e un cuore. Okamoto は2日目のレッスンの前に1時間にわたり発声練習を繰り返した。Buongiorno. Buongiorno, ben arrivato. Come stai? Io bene, tu? Sto bene, grazie. Dormito? Sì. Ti presento Antonio Giovannini. Ah, piacere. Contraltista. Lui è mio figliolo in musica. E lavoriamo da 9 anni, adesso lui è, quindi sta facendo una bellissima carriera. Sono tutta contenta. Prego, Mutter Decia. Antonio Giovannini-san はシルビア先生の弟子の一人。岡本同様高い声を持つオペラ歌手だ。ナポリのサンカルロ劇場でデビューし、現在ヨーロッパ各地の舞台で活躍している。insomma non si scappa da quello che dice lei, è molto molto severa, però è brava, insomma ho visto fare delle cose da lei, non ho visto fare da nessuna persona, insomma, ottenere dei risultati veramente proprio sbalorditivi. Sì, normale che le state. Buono. 2日目のレッスンは昨日のおさらい。呼吸法から。はい。Respira. Bravo.
同じ声楽の道を追求する同年代の2人。かつて活躍していたカストラートたちの曲がバロック音楽にはたくさん残されていますけれども、彼らの作品をも歌うときにどんな思いで歌っていらっしゃいますか？Devo essere sincero, non penso mai al fatto che cioè, quell'aria è stata scritta per un castrato. Solo le aree di Farinelli, insomma, quando uno canta un'area di Farinelli dice sì, sto cantando un pezzo di Farinelli, allora dice via. Dici proprio sto cantando un'aria scritta per Farinelli, che è un po' l'idolo di tutti i controtenori, insomma, cioè che fanno questo tipo di repertorio.南極中の南極、ファリネッリのために書かれた揺れる船のように、これでもかというほどに非常に難しい技法が繰り返し続く超絶技巧だ。例えば連続トリルという歌唱法、varie note, no? Trillo è una caratteristica del barocco. Il trillo barocco si distingue dagli altri tipi di trillo nelle altre epoche. È molto preparato, è molto veloce ed è un punto di bravura che il castrato teneva molto a lungo. No. Okay. Facciamo così, in due, eh? Ok. Vediamo. トリルとは、楽譜に示された音とそれより2度高い音とを交互に歌う、または2度低い音とを交互に歌う歌唱法。トゥルルトゥルルトゥルルトゥル、come è scritto, però si deve sentire, quindi dividilo in due parti, anche in quattro, per sentire meglio che le note trillino e non vibrino semplicemente, perché sennò fa...devono ognuno di loro vibrare, va bene? Proviamo? Molto meglio. Quindi è molto difficile quando abbiamo da cantare più forte, hai sentito, no? Fare trrr, trrr, se no ta. E questa è la vibrazione normale della voce. Forse non vogliamo, adesso chiamo con musica scolare. Adesso proviamo a vedere un martellato, va bene? 連続トリルの後に続くのは細かい音符が並ぶマルテッラータという歌唱法だ。Allora abbiamo due martellati, un martellato stretto, martellato lento, forte. Questo è molto leggero, grande virtuosismo. Da cosa è come se ti girasse la testa. Mentre questo è di forza. Dimostra la tua capacità di volere, di essere volitivo. Mm-hmm. 速く軽やかなマルテッラータの技法、一小節の中に記された18もの音符をスタッカートで歌う、同じ高さの一つの音を連続して力強く歌う、もう一つのマルテッラータ。タラタタタラタタ、come un martello sull'incudine. Din 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 din. E dopo din 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 din. Setto stretto più largo, tutti e due molto belli. Ok. Va bene? Proviamo?Ok, da quest'area noi possiamo capire che Farinelli era bravo a fare tutto. Salite, discese, tenuti, ribattuti, trilli, trilli continui, spezzati, martellati lenti, martellati veloci, salute negli acuti, tenuti, messe di voce. Perché anche quest'aria incomincia con una messa di voce, no? レッスンの合間、シルビア先生が
カストラートの歌を歌う意味を教えてくれた。Sicuramente l'emozione, come aveva detto anche Antonio, per questa sensazione di essere dei privilegiati a fare questo, poter fare questa musica, perché sono dei capolavori e noi abbiamo questo privilegio di cantarli. E io lo sento molto quando canto Mozart e quando canto il barocco, che Handel, bellissimo, Hasse, che è come se fossimo amici, loro sono i miei maestri e mi dicono pensa a quello e mi danno del tè e mi coccolano come una piccola. Allora io sono felice perché canto insieme a loro. Così se tu ascolti tu vedrai che ti dà lui dei suggerimenti, la musica ti dà dei suggerimenti sempre diversi. っていうのは僕は喜びだと思ってますから、今日までその残ってきた作品っていうのはやっぱり残ってきたなりの理由があって残ってきた。だからこの400年間ぐらいの中でそのいっぱい廃れていった作品があると思うんですね。で当時のカストラートの作品が残ってきてくれた、そして出会うことができたっていうことはやっぱり自分の中で一生涯を通じて、成し得たいそのカストラートに挑みたいっていう気持ちは変わらないです。いよいよレッスンは最終段階。Come se tutte le note fossero delle lamine molto sottili, molto sottili, ogni nota, e ci consente di fare degli smorzatissimi anche in tutte le note, anche nel sostegno. Più vai avanti nel periodo 700, 800, 900, più sono delle lamine più spesse e che quindi reggono un piano minore. Tu puoi fare tutti e due. Bene? Ok, abbiamo finito. I'm so sorry.3日間20時間にも及ぶシルビア先生のレッスンが終了した。Ti voglio bene. Grazie. Mi raccomando, eh? Gambate ください. Hai, mi dai notizie.岡本は再びナポリへ戻った。シルビア先生との3日間のレッスンを終え、カストラートがどんな背景から生まれたのか知りたくなった。岡本はもう一度フェッラーラ先生を訪ねた。かつて世界中にその男性の虚勢された男性の歴史というのがあったと思うんですが、イタリアではなぜこのカストラートが誕生したのでしょうか。In Italia sono arrivati nel 1500, nel grande rinascimento. E sono arrivati non come si potrebbe credere nel teatro, ma nella chiesa, esattamente a Roma. Il primo castrato è stato mandato in dono dalla Spagna all'allora pontefice e piacque molto. Si trattava di Rosino, il famoso Rosino, e tant'è che poi subito ne chiesero degli altri dalla Spagna e poi piano piano pensarono di praticare proprio la castrazione direttamente sul territorio. 子供たちが虚勢の手術を受けて、その成功するカストラートっていうのは本当にごく一部だったと思うんですけれども。
la percentuale era bassissima. Diciamo, cantanti in senso lato, forse anche il 5-10%. Artisti, cioè i grandi castrati della storia, non si arrivava all'1%. Prima di tutto perché potevano perdere la voce. Poi perché se anche conservavano la voce, l'attività per trasformare questa voce in una voce angelica, come loro dicevano, era talmente lunga, difficile, richiedeva tanta costanza, da impegnare anche in 3-4 ore di esercizi fisici al giorno, oppure addirittura sfuggivano, scomparivano per noi tristemente, oppure si suicidavano. Non li trovavano più. Probabilmente li imbarcavano sulle navi per le casbe, insomma, erano ragazzini, gli scoglionati erano ricercatissimi per gli harem, per le cose. すごくそういう悲惨な歴史のもとにオペラが誕生して栄えて、で、今僕は男性ソプラノ歌手として、そういったカストラートたちの残した作品を歌わせてもらっていますが、 今日は とても 複雑な気持ちになりました。 Noi parliamo di castrati, parliamo di abilità, vogliamo capire perché lo erano, ma secondo me appunto noi non potremmo mai essere come loro, perché appunto non abbiamo la loro sofferenza. La loro abilità veniva dalla loro, la loro particolarità, veniva dal dolore che loro provavano. Era una reazione a questo dolore, l'unica maniera per superarlo. Loro cantavano il loro dolore, questa era la verità. No, invece lui deve cantare la sua gioia.聖地ナポリに来て初めて知ったカストラートの光と影。岡本は自分の喜びを歌いなさいと励まされた。 この夜、岡本は遅くまでナポリを満喫した。時代は変わってもナポリの人の音楽を愛する気持ちは変わらない。 岡本は歌うことの深さ、そして楽しさを感じていた。岡本がこの旅で挑んだ幻のカストラートの歌声。 岡本はレッスンの成果をここマイエッラ音楽院で聞いてもらうことにした。発表30分前。 マイエッラ音楽院の先生や学生たちが集まってくれた。みんなバロック音楽に精通した観客だ。共さんが声をかけ集めてくれた。
伴奏してくれたのはチェンバロ科の学生フィダンザさんと、この音楽院の卒業生ソレンティーノさん。まずはアルトジョーベ、歌い出しのメッサディヴォーチェがポイントだ。次に歌うのは揺れる船のように、ファリネッリのために作られた曲、超絶技巧が盛り込まれた難曲だ。聞かせどころの超絶技巧が間もなくだ。バロック音楽の聖地ナポリ、マイエッラ音楽院でカストラートの歌を歌う岡本の夢が実現した。最初のアリアも次のアリアもどんどんそのなんていうかな、落ち着く方向じゃなくてどんどん舞い上がってしまって満足いくものではなかったですけど、
あのステージに立てたっていうことがとても今自分にとってはすごく大きな喜びになりました。うん、全体を通して一番印象の中に残ったって何ですか？うん、それはやっぱりシルビア先生とのおーはいはいプレーゴシルビア先生とのレッスンですね。やっぱり先生がおっしゃられたことまだ僕できてないんですよ自分で。だからすごく悔しいんですけど、シルビア先生がくれたプレゼントが大きく大きくなっていくってすごくもう分かってるんで、これはもう自分をもう一度なんていうかな、新しい スタイルで鍛え直したいです。先生について発声の基礎から勉強されるって、なんか私自身もずっと最近はバロックを歌ってるので羨ましいな、行ってみたいなと思いました。バロックって、はい、後期 そのバッハとかヘンデルとか、はいはい、バロック音楽ってこう、はい、ああいう感じかなって浮かぶものあるんですけれども、はいはい、どういうところがバロックの良さでしょう？そうですね、まずね一つは合わせる楽器ですね。まだピアノができる前で、はい、そのピアノはオーケストラ張りにすごい音が出ますので、はい、ある意味その後のオペラを歌ったりするのにとてもいいと思うんですけれども、チェンバロとかはこうパンパンと弾いて音を出してくれるんで、非常に歌い手の声がこう生きる楽器だと思うんですね、はい、バロックはやっぱりその繊細なこう、まあ、ビデオの中で岡本さんがこう学んでらしたようないろんな技術を聞かせるのに大変いい楽器だと思うんですね、はいはい、その譜面ですけれども、はい、岡本さんが当時 の作曲家が自ら書いたその直筆の譜面を、ね、見てとても感動してらっしゃいましたよ ね、 でね、で思いというのはもういつまでたっても忘れられなくて、うん、今でもリサイタル折に触れてその感動をお話しされるそうなんですよ。そうでしょうね、作曲家によってはねガーッと消してあって音直してあったりとか、あそういう功績もあるんですね、はい、ありますあります。そしてここはこういうふうに歌ってほしいなとかっていうのもありますし、いろんなことがその楽譜にやっぱり書かれてるわけですね、うん、ですから直筆の肉筆の楽譜っていうのはその曲ができたもう現場に自分が立ち会ってるような感動だと思いますね。まあ、カストラートたちはすごく人生の悲しみなどもこう思いながら、はい、それをまあ経験しながら歌っていたけれども、はい、あなたは喜びを歌にしなさいということを言われてましたね。はい、はいはい、そうですね、まあ、当時のねカストラートという存在がやっぱり少年が声変わりしますでしょ、その声変わり前に去勢することによって声変わりをさせないでいわゆるボーイソプラノのままの声を残していく、はい、それで体の方は男性の体ですから非常にこう女性に比べると筋肉が強い、当然声を支える肉も強い、そうするとそれまで人間が聞いたことないような高くて美しくて
力強い声っていうのが出るわけですよね。まあ、今はファリネッリのように成功したカストラートがやっぱりどうしても話題になりますけれども、例えば手術に失敗してダメになる人、それからカストラートになれば誰でも音楽的才能が身につくというものでもないし、はい、脱落していく、で人生を誤っていく、そういった少年たちも多かった中で、はい、一握りだけですね、あのファリネッリのように成功したっていうのは、うん、そうするとその、まあ、これから歌を歌うっていうこと自体は、まあ、例えば岡本さんにとってやっぱりこう喜びを歌にしていく、はいはい、それは池田さんはどうですか？そうですね、でもね、どうなんだろう、人間の体ですから、はい、その自分が目指している声を持っている声というのがいつも出るわけでもなく、なかなか到達できるものでもないので、はい、やっぱり悩みとか苦しみとか悲しみもたくさん抱えての仕事で、その中で、はい、まあ、頼りになるのが歌っていると喜びがある、そういったものにすがりついて歌っているという感じですかね、はい、音大の頃ですか、はい、三大テノールに会われたことがある。はい、音大に入った時にたまたまプラシド・ドミンゴさんと対談させていただいたんですね、はい、で、まあ、対談の最後に、私は歌が好きで歌ってさえいれば本当に幸せなんですって申し上げたら、それは素敵なことだね、でもこれからは聴く人を幸せにしなくちゃねって言われて、ああそれがプロになるっていうことなんだと思いました。はい、あそう、確かに美しいそのアメージングボイスをね、はい、聞かせていただくと、聴いてるこちら本当に、はい、ああこんな、あ、なんか幸せな気持ちにってなりますよね。そうですね、でもやっぱりそこに到達するまでには、まあ、血のにじむような努力もあるし、それから挫折もあるし、はい、いろいろあるわけですよね、でもその中で聞いてくれる人がちょっとでも喜んでくれるような、はい、癒しになるような、そんな歌が歌えたらいいなと思いつつ歌ってるわけですけれどもね、はい、